こんにちは、プーこと愉快な仲間たちのパパです。今日はね、12月20日、移植して315日目、デイ315になります。今日はね、病院のね、動画撮ってます。久しぶりなんですけど、今、2週間に1回外来行ってます。先々週ですね、体調も良く、血液の数値もね、あんまり変わり映えなかったんで、動画撮ってなかったんですけど、今日久しぶりに1ヶ月と2週間ぶりぐらいに動画撮ってるんですけど、体調はね、ものすごくいいです。まあ、ちょっとね、皮疹とかが出てて、ちょっと痒い感じはするんですけど、まあ乾燥もしてたりするからですね。それぐらいですね。なんかこう、嫌だなって思うのは。あとはね、ものすごく体調もいいですね。で、今日ね、外来行ってきたんで、血液の数値をね、紹介したいと思いますけど、白血球はね、もう3710。いいですね。血小板が226000。僕の中でね、まだ回復してないのがね、赤血球とかね、ヘモグロビンなんですね。今までは、まあ徐々にね、ヘモグロビン上がってきてはいたんですけど、一番低い時がね、まあ8点なんかでね、で、どんどん上がってきて、少しずつですね。前回は10.6 だったんですね。移植後初めて11台まで上がりましたね。体感でですね、あ、なんか息苦しさも少なくなってきて、走ったりもできるしね、あ、ヘモグロビン上がってきてんじゃないかなって思ってたんですけど、やっぱりちょっと上がってましたね。 11.1、 ちょっとこれは嬉しかったですね。でも他の数値はですね、肝臓とか腎臓とかね、だいたい正常範囲内になってるので、いい感じだと思います。今まで2週間に1回外来行ってたんですけど、次からは月に1回の外来になりました。血液とかも体調も安定してるからっていうことで、嬉しいニュースだったと思います。これも。WT1 今月まだ測ってないんですよ。で、ちょっと今日聞いてみたんですけど、まあ、WT1 測ってないみたいでですね、先生が忘れてるのかどうか知らないですけど、陽性陽性陽性って3ヶ月連続で先月までですね、陽性続いてるんですよ。陽性って言ってもですね、61、61、63、低い陽性ですね、続いてるんですけど、今月ね、陰性になればいいなと思ってたんですけど、先生測ってなかったんで測ってくださいよっていう感じなんですけど、いつも採血3本取るんですけど、今日4本取ったから、もしかしたら WT1今日撮ってるのかもしれませんけどね。そんな感じです。最近体調がものすごくいいんですよ。理由はですね、確実にこれだっていうわけじゃないんですけど、2、3ヶ月かそれぐらいかな、もっとか前からですね、無添加食品を取るように心がけてるんですよ。あんまり添加物が入ってないものをね、取り入れて料理したりしてたんですけど、まあ3週間ぐらい前からですね、小麦を取らないようにしてるんですね。グルテンが体に悪さするっていうことでですね、取り入れてるんですよ。取り入れる前はね、もうパンをものすごく食べてたんですね。麺類も好きだし。ただやっぱりよくよく調べるとね、グルテンものすごく体に悪い、炎症を起こすっていうことでですね、3週間ぐらい前からグルテンフリーを取り入れてます。するとですね、ものすごく体調がいい感じがするんですよ。体感ですけど、胃もたれもなくなったような気がするし、やる気もものすごく出て、元気も出てきてる感じがするし、あとね、移植前に痔になったんですね。まあ、ずっと痔持ちだったんですけど、移植前に痔の手術したんですよ。2ヶ月かそれぐらい前にちょっと痔がですね、再発しまして、イボがね、バーって出てきたんですよ。で、ものすごく痛くて、主治医の先生にちょっと座薬をね、もらってね、で、痛みは止まったんで薬してなかったんですけど、イボはずっと出てですね、で、やっぱり便をするときですね、トイレで行きったりすると痛くなるからですね、気をつけてしてたんですけど、小麦取らなくなってイボがどんどんね、でもう今なくなったんですよ。これがグルテンフリーにした効果かどうかは、まあちょっと 100% は言えないんですけど、でもまあなくなったっていうことで、グルテンフリーが良かったんじゃないかなって僕は思ってます。グルテンが免疫を下げるらしいです。だからまあそれをなくすだけでもね、免疫が上がるっていうことでですね、それがいいんじゃないかなと思いますね。食べ物でですからね、人間を作ってるのはですね、無添加のものを食べる、グルテンフリーはこれはちょっと続けていきたいなと思ってます。でも今年の動画はもうないんで撮りません。また来年撮りたいと思います。で、皆様にですね、今年も動画見ていただいて、
まだまだ登録者とか少ないんですけどね、見ていただいた方にはとても感謝しております。またね、来年も元気で、体調もねどんどん良くなるだろうし、また来年も動画撮っていきたいと思います。ありがとうございました。良いお年をですね。また来年会いましょう。よろしくお願いします。それじゃあ今日はこれで終わります。よかったら高評価登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。